皆さんこんにちは、野中美穂です。今回はいつもトレーニング指導をしてくださっている竹口トレーナーと一緒にトレーニングをしていきたいと思います。今回の第1回トレーニングは何ですか？今回はくびれを作っていくためのトレーニングです。さあ、いきます。まだあと9秒だね、5秒。さあ、5秒前。さあ、長座の姿勢から始めていきます。手を前ならえして、さあ、背中を丸めてゆっくりと一定のペースで降りていきます。さあ、手をつけて、で反対も、しっかりと滑らかな動作をしていく。背骨の滑らかな動きを作っていくっていうことは、アスリートにとっても大事だし、きれいなくびれを作っていくためにもすごく大事。反り腰になってしまうと、こうどうしても、ね、くびれを作るのがうまくいかないんで、こうしっかりコントロールしよう。と、さすがです。あとは呼吸も止まりやすいんで、しっかり呼吸コントロールしよう。と、さあ、特にこの辺り、ここをしっかりと丁寧に一歩ずつつけていくような感じ。はい、OK です。では、姿勢を変えていきましょう。じゃあ、四つん這いです。さあ、少し休憩挟みながら進んでいくから、しっかり呼吸を皆さん整えながらやってみてください。では、手の位置を少し前に歩かせていきましょう。膝の上にお尻があります。さあ、お尻から指先まで滑らかな、曲線を描くような形でやっていきます。特にこの辺り、この辺りに硬さを感じる方がすごく多く出てくると思うんで、胸がなるべく床にゆったりとこう近づいていくような感じ、呼吸ゆっくり繰り返してください。で、頭を持ち上げてしまうと首の後ろ、ここがきつくなってきてしまうんで、しっかりリラックスしていきます。あとは皆さん頑張ることは大きな呼吸をすることだけ。そう、だんだんと胸が床に近づきやすくなってくるのは感じられると思う。感じますか？感じます。ナイス、さすがです。さあ、もう少し。さあ、じゃあ、姿勢を戻していきましょう。そしたら今度は横向きに寝ていきたいと思います。さあ、枕をセットしてください。さあ、上の足を引き上げて下側の手で膝を押さえましょう。前ならした状態から大きく広げて、手がどこまで広がっているかな、しっかり自分の手の位置を確認します。そう、頭が枕からこう浮き上がってしまわないようにしてもらうと首がリラックスできます。そう、さあ、手だけではなくてしっかり胸がどれだけ開いているかどうか。そう、もう少し胸開けると思う。さあ、クライマーにとっての背骨の動き、肩周りの動きすごく大事、くびれを作りたい方にとってもすごく大事です。さあ、ここまでゆったりと、進められる種目、そんなに頑張る種目じゃないんで、気持ちよく大きく動いてください。さあ、だんだん胸開きやすくなってきてる。はい、多いね。そう、はい、じゃあ今度は反対の向きに変えていきましょう。さあ、向きを変えて、じゃあここに、ね、僕の方に見てもらって、さあ、後ろからね、どんな動きになってるかも見やすいと思います。さあ、手を大きく回していきましょう。頭の方から回して胸を大きく広げます。と、さあ、頭はついたままできる。そう、手を戻してくるときも、そう、ナイス、今みたいな感じですね。頭を持ち上げてしまうと首がしんどくなってくるんで、楽に気持ちよく動いていきましょう。また左右差がある場合もあるんですけど、どうですか？左右差ありますか？さすがトップアスリート、ナイス。こんな感じですね。で、もし苦手なあの方があったら、そっちをちょっと多めにやるっていうのを皆さんにお勧めしておきます。さあ、そのまま呼吸を繰り返して続けてください。と、いいね。これもだんだん胸が開きやすくなってくるんで、そこを確認しながら、ナイス。さあ、そしたら今度は四つん這いの姿勢にまた戻っていきます。さあ、少し呼吸整えて、ここから少しずつ頑張っていく種目になるんで、皆さん頑張ってください。さあ、ではつま先をついて、かかとにお尻をつけてください。手の位置を少し置きやすい位置にセットしたら、片方の手頭の後ろにセットしましょう。さあ、その肘と肘をタッチして胸を大きく広げる。
さっきまでは重力が上から押してくれたんで胸も開きやすく簡単に開いたんだけど、ここから自分の力でどれぐらい胸が開くかどうかっていうのがすごく大事な種目になってきます。この下の手しっかりと床を押し返すね。さあまだまだ余裕でしょ。はい、さすが。そうゆーっとしっかり押し返して、そうこれぐらい胸が広がってくると最高ですね。そしてお尻がかかとから浮いてしまうエラーもよく出てくるんで、しっかりお尻がかかとについてるかな確認しながらやりましょう。 OK、 じゃあ今度は反対ですね。そのまま同じ姿勢のまま休憩して、さあだんだんしんどくなってくるからこの間の15秒しっかり休み入れてください。さあじゃあ反対の手頭の後ろにセットしよう。さあ肘と肘をタッチして大きく広げる。さあ頭が下に落ちてしまわないかどうか、もし余裕がある方は鏡なんかでチェックしてみるといいかなと思います。そうこれも左右差ないかなと確認しながら、こっちも大丈夫です。いいね。そう特に最初の頃ね、僕がトレーニング担当し始めた頃、この背骨周りの動きをね改善していくっていうこともよくやってきました。さあ一般の方にとってもね、結構猫背の方だったりするとこの辺り動きづらくなってきます。また猫背になると肋骨がこう広がってしまってくびれを作ることの弊害になってきますので、しっかりと背骨の動き改善していきましょう。そういいね。 OK です。さあじゃあ今度は壁を使いましょう。背中を壁につけた状態であぐらをかきます。頭、背中、お尻、この3点をしっかりとつけた状態で動いていきます。さあ脇90度、肘90度、手の甲をつけて、さあ万歳です。そで元の位置からもう一度繰り返す。そそもうあと3ミリ肩下げたいなぐらい、なるべく撫で方の状態でしっかりと手を上げたいな。その方が腕も動きやすくなっていきます。肩周りの、ね、動きが取りやすくなってくる。で猫背気味の方はこの時にかなり背中がすごいきつい種目になってくるんですけど、しっかり手の甲を後ろにつけておきましょう。お、この手首ちょっと離れてる。へいへい、ここしっかりつけて、はい OK です。さあ、じゃあ今度はフロントブリッジの姿勢を取りましょう。さあ、肩の下に手をついて、頭から膝まで一直線です。さあ、ここでしっかりお尻をキュッと締めて、お尻が上がってしまわないように気をつける。さあ、片方の手を脇の下を通して体をねじる。この時、手、遠く、そして開こう。そう。さあ、これの繰り返し。しっかり胸を広げたいんだけど、この腰が開いてしまわないようにしっかり押さえておこう。さあしっかりこのねウエスト力入れて、大きなツイストをこれもっと押し返して、首が埋まってる。そう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 、繰り返し。そう結構シンプルな地味な動きもしっかり丁寧にやってあげるとものすごく効いてきます。さあ地面についてるもの手押し返してください。そうオープン。そうナイス。はい、OK。さあ、今度はね、ちょっと休憩したら、今度反対へ。トップアスリートのレベルアップ、いきたいと思います。さあ、ここから、肩の下に手。そう、かかとまで一直線ですね。きつい方はさっきと同じです。そう、で、大きくオープン。お、ナイス。顔の向きはしっかり自分の手がどこにあるかを見てあげよう。ぎゅーっと。ここまで開けてるんだなーっての確認してください。指先もうちょい遠くいける。そうもうあと5ミリ遠くいける。そうチャレンジして遠く遠く遠く。そうさあ支えてる手も結構ねしんどくなってきます。首が埋まってしまわないように気をつけて。そうしんどい。いつものトレーニング比べれば楽勝。イージーだ、頑張れ。はい OK。 さあ最後の種目、皆さん頑張りましょう。さあ立ち上がって足の幅、肩幅、さあ膝が曲がりすぎないようにして大きくお辞儀をしましょう。さあ足の付け根キュッと締めて、お尻から頭まで一直線。さあ手を上げて、そうちょっと顔が落ちてるよ。おお
お腹の力が抜けてしまうと腰が反ってきてしまうので、そこで気をつけましょう。そう、このギリギリまで手を上げていく。そう、さあ、そう、いいね。さあ頑張れ、最後の勝負。さあ皆さんも最後しんどいところ頑張りましょう。この背中きついぞ、肩周りも窮屈になってくる、首を長くして最後頑張りましょう。さあお腹に力入れて、もう残り数秒、頑張ろう。さあくびれになる強い気持ちを持って頑張れ。さあ一緒に頑張ろう。はい、オッケー、終了。ナイスファイト、頑張りました。余裕だった。めっちゃ余裕です。余裕そうな感じじゃないけど、めっちゃ余裕。さあ結構ね、結構真面目ったらきついよね、やっぱね。全然きついです、うん、そう、皆さんがもし仮にあれちょっとこれ楽だぞと思ったら、これポイント抑えられてないなと、ね、抑えられてない。そうですね、ぜひこれぐらい疲れるぐらい頑張ってなるはず。そうですね、痛い、疲れた。これで首れに近づいた。